今日は9月の17日です。萩の花を描きます。まず茎のところをデッサンしましょう。萩の花は秋の七草の一つに萩の花が入っていますね。京都には至る所のお寺の庭にこの萩の花が咲いているのを見たことがありました。今萩の花をデッサンしています。今日は散歩していましたら珍芝居も見つけましたので、珍芝居もなかなかないですので、珍芝居は錦という字と糸という字に梅というそういう字を書きますね。珍芝居のこれはつぼみですけども、珍しく見つけたのでこれもデッサンしておきますよ。金芝居と萩の花のデッサンができました。いつものように絵の具は顔彩という絵の具を使って彩色これでまず萩の花を彩色しましょう。萩の花の彩色をしています。次は金芝居。金芝居は私が知ってる金芝居はもっと真ん中にたくさんの糸のようなおしべめしべがあるんですが、これは今日はちょっとつぼみのような感じの金芝居ですね。はい、次はグリーンで萩の花の彩色をします。これで萩の花と金芝居の花の絵が仕上がりました。